ピアノ？うん、レコードじゃないね。中で誰かが弾いているみたいだ。このメロディー、どこかで聞いた覚えがあるんだけど。なんか嫌な予感が。やっぱりオリビエか。でも演奏家なんてただの自称かと思ってたけど。かなりの腕前みたいだね。プロの演奏家を名乗るだけはあるんじゃないかな。うん、ちょっとジーンときちゃうかも。今のは琥珀の愛といってね、本来はオペラに使われる間奏曲でしかないのだけど、そこはそれ、愛と真心でカバー。尽きせぬ愛とともに君たちに送らせてもらうよ。相変わらずのマイペースっぷりね。はあ、感動して損した気分だわ。お久しぶりですオリビエさん。オートに来ていたんですね。それはもちろん。大河にこぼれた人魚の涙が海にたどり着くように、こうして僕は黒髪の王子様と感動の再会を果たしたわけさ。本当に相変わらずですね。あー、はいはい、戯言はそのくらいにして、私たちを席に案内しなさいよ。キザな格好してるくせに気が利かないったらありゃしない。エステル君、なんだか手強くなってない？確かオリビエ、シラネーと一緒にロレントの方に行ってたわよね。いつからオートに来てるの？1ヶ月前くらいかな。君たちと別れてからロレントの街でシェラ君と共にしばらく甘いひとときを過ごしたのさ。だが所詮僕は漂白の詩人にして演奏家。シェラ君が涙ながら引き止めるのを振り切って麗しの王都まで流れてきたわけだよ。なんというか信憑性ゼロの話ですね。大方シェラネーの酒に毎晩付き合わされた挙句、たまらず逃げ出したんでしょう。ギグ、あとアイナさんにまで酒を付き合わされちゃったとか。あれ、オリビエってばアイナさんのこと知らないの？シェラネーの親友でロレント支部の受付やってる人なんだけど、上場見度で言えばシェラネーをも上回るという。やだな、エステル君、そんな名前の人なんか見たことも聞いたこともないよ。声が完全に裏返ってるんですけど。エステル、そのくらいにしといてあげなよ。辛い、とても辛いことがあったんだと思う。ブツブツ、まさかシェラ君以上に底なしだったなんて。はあ、穏やかに微笑みながら注ぎ込むのはやめて。フラッシュバック。アイナさん最強伝説が着実に出来上がりつつあるね。まあそれはともかく、君たちは他の地方を回りながらオートまで来たんだろう。何か面白いことはあったかい？いっぱいありすぎて簡単には説明できないかも。それに今人探しをしてるから、今度会った時でもいい？へえ、一体誰を探してるんだい？ジンさんといってカルバード共和国から来た武術家の遊撃士です。よく酒場に来ているらしいんですけど、オリビエさんご存知ありませんか？ああ、あの熊のように大きな御神か。何度かお目にかかったことはあるけど、今日はまだ見かけていないね。そっか、今日は酒場には来ないのかな。
カルバード共和国の大使館にいる可能性が高そうだね。早速行ってみるとしようか。だから何自然な流れでついてこようとしてんのよ。釣れないことを言うもんじゃないよ。旅は道連れとも言うし、僕も人探しを手伝おうと思ってね。それとも邪魔されたくないのかな。いやはや、ういういしいったりありゃしない。つぼみであることを自覚したばかりで咲くのを恐れためらう乙女。いい感じで色気が出てきたみたいだね。何を言ってるんですか。それはね、セイアーリー。うわ、なんだ。お客さん、しっかり。ダメじゃ、白目を向いているわい。エステル、何を怒ってるのか知らないけど、ちょっとやりすぎなんじゃ。インパクトをずらして派手に吹き飛ばしただけだもん。大したダメージじゃないわよ。エステル君のテレ屋さん、確かに大丈夫そうだね。ほらほら、人探し再開。グズグズしてないで、とっとと大使館に行くわよ。なんで僕まで怒られるんだろう。おっと、こちらはカルバード共和国大使館っす。何のご用すか。ここに泊まっているジンって人に用があるんだけど。お手数ですが、取り次いでいただけますか。ジンさんに会いに来たんすか。俺、最初あの人を見たとき、少しちびりそうになったんすよね。オートの真ん中でクマがとか思っちゃったっすから。ジンさん大きいもんね。でも話してみると気さくでいい人なんすよね。交代前で腹すかしてる時に肉まんを差し入れしてくれたし。うんうん、頼りになる兄貴って感じよね。それでジンさんに取り次いでいただけますか。ああ、それなんすけど、ジンさんさっき帰ってきてからまた出かけちゃったんすよね。武術大会の本戦に備えて修行の場所を探してるみたいで。修行の場所?さすが本格的なのね。具体的にはどこに行くとか言ってませんでしたか。郊外にあるエルベ周遊道に行ったみたいっすね。森の中にある公園って感じだから、静かで修行にもってこいらしいっす。エルベ周遊道か。僕たちも行ってみようか。もちろん、早いとこ相談しなくちゃ。ああ、周遊道に行くんだったら一つ気をつけてほしいっす。奥の方にエルベリ宮っていう王家の建物があるんすけど。あ、それ前に聞かされたわ。テロ事件の対策本部にするため軍が立ち入り禁止にしてるんですよね。なんだ、知ってたっすか。あそこに詰めてる連中はいろいろうるさいから注意するっす。近寄らないのが一番いいっすね。いろいろうるさい連中か。目をつけられたら嫌だし、なるべく近寄らないようにするわね。ご忠告ありがとうございます。Thank you.
エルベシュ誘導か。森の中なのに石畳があるなんてちょっと面白いわね。王都市民の憩いの場所として随分昔に作られたみたいだよ。ざっと数百年は経ってるんじゃないかな。ふーん、さすがは女王様のお膝元ね。でもなんだか魔獣の気配がプンプンするんですけど。さすがに鋭いね。多分さっきの通りよりも危険な魔獣がいると思う。気を抜かないでジンさんを探そう。奥の方だ、急ごう。助けて、誰か助けてください。シスター、もう大丈夫だからね。危ないですから下がっていてください。なかなか手ごわかったわね。シスター大丈夫だった？ はい、おかげさまで。あなた方は一体？僕たちは遊撃士協会の者です。人を探している途中であなたの悲鳴を聞いたので。そうでしたか。大丈夫？なんだか元気ないけど、ひょっとして怪我でもしてるの？いいえ、おかげさまで無事でしたわ。私、王都の大聖堂に勤めるシスターエレンと申します。本当にありがとうございました。お礼には及びませんってば。それにしても聖職者の女性がこんな場所で一人きりでいるなんて。お連れの方とかはいらっしゃらないんですか？ええ、私一人きりなんですの。実は大聖堂で調合に使っているハーブを切らしてしまって、お店でも品切れだったのでつい摘みに来てしまったんです。あ、危ないわね、こんな魔獣だらけなのに。いえ、普段はここまで魔獣は多くなかったのですが、どうやら最近になって増えてしまったみたいで。何よこいつら。どうやら
騒ぎを聞きつけて集まってきたみたいだね。さすがにこの数は厄介だな。うん、いざとなったらシスターだけでも逃がさなきゃ。よう、お困りのようだな。あ、ジンさん。よかった、気づいてくれたんですか。へへ、誰かと思えばお前さんたちか。ま、積もる話は後回しにして、とっととこいつらを片付けちまうぞ。うん、了解です。戦闘終了、先に進もう。やれやれ、おかげでいい汗かいちまった。しかしお前さんたちとここで会えるとは思わなかったぜ。サイスの方で仕事をしてたんじゃねえのかい。確かにあれからそんなに経ってはいないかもね。実は僕たち、サイス支部からグランセル支部に移ったんです。おお、そうか。ってことは例の誘拐事件なんとか解決できたみたいだな。あの毒を食らった赤毛のアンちゃんは元気かい。うん、もうピンピンしてるわ。おっと、こいつは失礼。おっ、おいおい、えらくべっぴんさんじゃねえか。お前さんたちの連れかよ。いえ、僕たちもさっき知り合ったばかりですけど。まったく、鼻の下を伸ばしてみっともないわね。キリカさんに言いつけちゃうわよ。うっ、俺はただ客観的な事実をだな。って、なんでそこにあいつの名前が出てくるんだよ。危ないところを本当にありがとうございました。皆さんは命の恩人ですわ。いやいや、お気になさらずに。男として、武教の道に生きる者として、当然のことをしたまでですよ。まあ、何をカッコつけてるんだか。ジンさんって実は女の人に弱かったのね。なんとなくらしい気もするけど。お前たち何をしている？え？こんな人気のない場所で密談するとは、怪しい奴らめ。もしや、テロリストではないだろうな。誰がテロリストよ！あんたたちの方が！僕たちは、遊撃士協会グランセル支部に所属するものです。先ほどこちらのシスターが魔獣に襲われていたので保護していました。何？遊撃士だと？その方たちのおっしゃることは本当です。私
薬草を摘みに来て魔獣に襲われそうになって。ついでに言えば俺も遊撃士でね、確かあんたたちの仲間とは予選で顔を合わせてるはずだが。カルバードの武術家、あの一人で戦っていたやつか。ふん、身分だけは確かのようだな。今回ばかりは見逃してやろう。だがここはエルベリ宮の近くだ。用もなくうろつかないでもらおうか。それとシスター殿、あなたのことは自分たちが王都まで送っていきましょう。遊撃士風情の手を借りるまでもありません。でも私おっかー。ちょっとあんたたち、さっきから聞いていれば失礼なことばっかり言って。エステル、いいから。以後気をつけますから、多めに見ていただけると助かります。まあいいだろう。お前たちは所詮民間人だ。己の部をわきまえるのだな。さ、シスター殿、行きますよ。はい。あの皆さん、本当にありがとうございました。何様のつもりよあいつら。王国軍の情報部に所属する特務部隊とかいう連中だな。腕は立ちそうだが、どうにも陰険そうな連中だね。ああいうのは陰険っていうよりも性悪っていうのよ。って、あれ、どうしてジンさんがあの連中のことを知ってるの？ああ、武術大会の予選で連中のチームが出場してたんだ。その時にそう紹介されててな。あの連中が出場？隠密活動をしていた連中が堂々と姿を見せるなんて。多分存在を隠す必要もなくなったということだろうね。ま、因縁をつけられる前にとっとと町に退散するとしようか。そういやお前さんたち、どうしてこんなところにいるんだ？あ、肝心なこと忘れてたわ。それが実はジンさんのことを探してたのよ。あ、俺を？実はジンさんにお願いしたいことがあるんです。武術大会のことなんですけど。なるほど、そういうことかい。一つ聞いておくが、なんで武術大会に出たいんだ？予選を見てたら体がうずうずとしてきちゃって、手強い相手と思いっきり戦いたくなっちゃったのよね。僕たちは声優劇士を目指して王国各地を旅してきました。今までの修行の成果を試してみたくなったんです。ふん、いいぜ、一緒に組むとしようや。明日大会が始まる前に選手登録をすれば大丈夫だ。やったー。で、即答しちゃってもいいわけ？お前さんたちの腕前は前に見させてもらってるからな。助っ人としては十分すぎるぜ。ありがとうジンさん、私精一杯頑張るから。よろしくお願いします。こちらこそよろしくな。しかし一人でどこまで通用するか挑戦してみるつもりだったが、助っ人が加わったからには優勝を目指さないと話にならんな。もちろんよ、出場するなら優勝あるのみ。でもそうなってくると一人足りないのは苦しいですね。団体戦の定員は4人ですから。あ、そっか、一人足りないことになるわね。でもまあ、そこはなんとか気合で乗り切るしか。いや、上を目指すんだったら準備は万全にしておくべきだぜ。戦いってのは拳を交える前からすでに始まっているもんだ。確かにそうかも。こういう時に知らねえがいてくれたら心強いんだけど。ねえ、エルナンさんに頼んでロレントに連絡してもらわない？
でもシェラさんもかなり忙しいと思うよ。父さんも僕たちもいないから、ロレント支部は手薄だと思うし。そうでした。ああ、もう誰でもいいから協力してくれる人いないかしら。その言葉を待っていたよ。出たわね、このスチャラカ演奏家。まさか2階に潜んでいたとは。ひょっとして今の話聞いてたんですか？余すことなく聞かせてもらったよ。これは僕の出番だと思ってね。あ、ちょっと何勝手に座ってんのよ。確かピアノを弾いてる演奏家の兄ちゃんだったな。お前さんたちの知り合いか？知り合いっていうか、早くも腐れ縁というか。まだ知り合ってそんなに経っていないのにね。僕はオリビエ・レンハイム、エレボニア出身の旅の演奏家さ。エステル君とヨシア君とは前にある事件で知り合ってね。それ以来ただならぬ関係なのさ。誤解を招く言い方はやめい。ああ、よくわからんが俺の方も名乗っておこうか。ジン・バセック、カルバード出身の遊撃士で、ウーシューの道を志している。あんたのピアノにはいつも楽しませてもらってるよ。お褒めに預かり光栄至極。僕の方も大会予選でのあなたの武勇は耳にしている。4人を相手にしてたった一人で圧勝したそうだね。素人相手で運が良かっただけさ。で、その演奏家さんが俺たちに一体何の用だい？ちょっと待った！オリビエさん、一つ確認しておきますが、ひょっとして最近かなり暇だったりしますか？さすがヨシア君、鋭い質問じゃないか。オートに来てから一月余り、一通り観光をしてしまって、残るはグランセル城ぐらいだが、無粋な兵士が入れてくれない。他の地方にも行ってみたいが、生誕祭が迫っているから今王都を離れるのも忍びない。要するにかなり暇だと。そこに降って湧いたような定員が一人足りないという話。さらにとどめに、優勝者には豪華な晩餐会へのご招待。まさに女神の典型と言えよう。はあ、そんなことだろうと思いました。というわけで、僕も武術大会の仲間に入れてくれないかなって。いいんじゃねえのか？ちょっとジンさん、そんな簡単に。オリビエがどういう戦い方をするかも知らないんでしょ。獲物は動力銃だろ。戦術の幅も広がるし、いいチームになると思うがね。これは驚いたな。やはり脇の下の膨らみと歩き方で分かってしまうものかな。それと視線の動かし方だな。武術家だろうが剣士だろうが、動く対象の捉え方は線だが、あんたは相手の動きをポイントごとに捉えている。呪術界に特有の視線の動きさ。ひょえ、プロだわ。なるほど、確かに理屈ではそうなりますね。ふむ、今後気をつけておくとしよう。で、その達人の目から見て僕は合格ということでいいのかな？ああ、よろしく頼むぜ。一抹の不安は残るけど。オリビエさん、よろしくお願いします。お腹いっぱいになっちゃった。あの二人、あれだけ食べといてまだ飲み食いしてるなんて、付き合いきれないわ。もうジンさんはあの体格だし、オリビエさんも健啖家だからね。
明日の試合に差し障りがなければ大丈夫なんじゃないかな。確かに二人とも心配するだけ無駄な気がしてきた。さてと、僕たちはそろそろ北街区にあるホテルに行こうか。エルナンさんが部屋を予約してくれているはずだよ。こんばんは。ようこそホテルローエンバウムへ。お泊まりのお客様でいらっしゃいますか？はい、私たち遊撃士協会の者なんですけど。部屋を取ってもらっていると聞いているので確認していただけますか？おお、あなた方のことでしたか。ええ、確かに受けたまわっております。はあ、助かっちゃった。エルナンさんに感謝だね。エステル様とヨシュア様ですね。失礼ですが、遊撃士協会の手帳を見せていただけますか？あ、ちょっと待っててください。はい、確かに。それではこれをお渡ししておきます。階段を2階に上りまして、左手奥の部屋でございます。何かご用がありましたらフロントにお申し付けください。